まちゃん。朝、太陽が顔を出してくるのとほぼ同時に、一人のフランチャイズオーナーの一日が始まります。製薬会社の現場へとやってきたのは山崎昭弘さん。朝一の現場は一人ですが、ご夫婦でこの仕事をされています。毎日ですよ。厨房です。ちょうど作業始めの5時半ぐらいですね。到着が5時25分で、そこからも作業始める感じです。いや、全然しんどいです。終わるのがその分早い。ドラマ3時ぐらいで最終の現場が終わる感じですね。家に帰るのは3時15分から半の間ぐらいで、体的には楽ですね、今のは。うん、慣れるのはもう結構早めに、半年ぐらいしたら大体慣れましたね。半年経つまではちょっと、どういうのかな、その仕事の段取り的に時間かかるとこもありましたけど、現場でもともと現場作業やってたんですよ、リフォーム関係とかね。その掃除ぐらいで、まあ仕事、新築じゃないけどリフォーム終わった後の清掃作業とかクリーニングをやってましたけど、こういうおトイレとかの本格的なのはカバオールの仕事入ってからが初めてですね。汚れはまあ当然やねんけど、やっぱり除菌を気をつけてますね。目に見えへんもん。まあ、特にこの時期なんでね。カバーオールのフランチャイズオーナーとして独立3年目になる山崎さん。なぜカバーオールに加盟したいと思ったのでしょうか。前職は、リフォーム関係の職人をやってました。直近は、水道の配管工もやってましたけどね。で、一番長くやっとったのはリフォームの職人を。そうですね、ずっと勤めでやってます。まあ一番きっかけになったのはテレビ CM 見て、そこで、資料請求させてもらって、で面談して加盟している形ですね。きっかけは18歳の時に就職した時に営業したぐらいで、営業の難しさも分かってるし、営業しね、まあ自分で働い仕事をこなしながら営業両立するのはちょっと難しいなと思うんですけどね。まあ皆さん言われるように営業不余裕とかありませんか。そういうとこで、まあどんな内容なんかちょっと聞きたいのがあって、ほんで面談させてもらったんですけどね。でその時にまあ売上保証、こうパッケージが60、70、80とあって、で、まあ、60の売上のパッケージで言ったら、まあ、大体手元で何本残るんかとかいう計算して、ほんまか、面談するまでは思いますよね。やっぱりその売上保証どういう内容の売上やいうのが、でどうやってその営業が取ってきて、その仕事をフランチャイズオーナーの方に回していくんかいうのをちょっと知りたい部分があって、まあまあ面談してお話聞かせてもらったりで、まあ、研修、まあ、その研修入るまでは、まだちょっとどうなんかないようになったけど、研修入ってもらったらちょっと安心感に変わりましたね。やっぱりその大吉の会社の中に入って社員さんの顔とか言動なり見ている部分がありましたんで、その時に、あ、この会社だったらまあまあまず間違いないやろなというのに変わりましたね。従業員の皆さんが出勤する前に事務所のゴミ集めやデスク周りの清掃を優先して進めます。作業の合間を見て浴室と書かれた部屋にやってきました。置いてあったのは2台の洗濯機。果たしてこれは寮やったんですよ。ほんでここが多分共同のお風呂場やったと思うんやけど、で2台置かしてもらって、汚れ物とウエス類とクロス類を分けて洗濯させてもらってます。めっちゃありがたいです。
多分他ないと思います。それであとまた回ってきて最後干す感じです。なるほど。清掃道具を洗うための洗濯機を置かせてもらっていました。ここまでお客様に親切にしてもらえるほどの信頼関係を築けている理由には、山崎さんのとあるスキルを生かしたコミュニケーションの取り方があります。その秘密がこの部屋にありました。ここもともとここら辺がだいたい間仕切りがあったんですよ。でこっちはこっちで会議室じゃないけど何やったかな、こっちは応接室で、こっちはもともと社長室があったんですけど、それを2つ一緒にして大会議室というか、あの来客も入ってこれるような部屋にさせてもらったんですよ。以前僕リフォーム関係の仕事をしてまして、でそれで、紹介というか以前の会社と一緒にここ会社させてもらったんです。僕以前そういう仕事をしてたのも総務の方も知ってまして、でお話いただいて、ほんで、まあ、相見積もりという形なんですけど他社と、でこういうふうにしましょうかいう提案をさせてもらいました。僕はまあ一応電気工事士とかガス関係水道関係の資格も取って、その資格証もお渡しさせてもらったんですよ、コピーを。でその時にお話いただいて、で、まあ、選ばれたまあお客さんなんですけど、まあ、この辺も簡易的な防音してるんですよ。あの防音シート貼って、でボード貼っていう感じです。でこちらもこちら向こう社長室があるんですけど、で向こうも IT 室なんですけど、それに音が漏れへんように防音ボードを、まあ簡易的ですけどね、本格的じゃないんですけど、まあ一応あのご用があったんでさせてもらってます。まあね、せっかく持っとった知識なんで、うん、一応使わせてもらったというか、まあお客さんも喜んでもらってるやろうし、もともと僕おったとこのその営業の子も成績も上がってやるし、あコミュニケーションめっちゃ取れるし、で要は信頼関係が多分生まれると思うんですよ、そこで。まあ嬉しいですよね、そら信用してもらってることなんで。でそこでまあ相密だったんですけど、お仕事いただいたということはやっぱり、うん、信用してもらってるいう感じですね。これでお金稼いでるとかじゃないです。紹介して、まあ、喜んでもらえたらいいか、うん、そこに長いお付き合いね、そこから始まると思いますんで。リフォームだけではありません。これまでの職人としての長い経験を生かして、清掃自体にも付加価値をつけています。気になりますね、生かすとかとか、こういうとこから漏水してるとか、まあここはないんですけど、そういうところをよう気になって見てますね。あとのその蛇口がポタポタ落ちてる時とか、あった時はあの報告させてもらって、あの修理なされるかどうかのご提案はさせてもらってます。まあそれで安心もしてもらえますんでね。で器用な人がおられるとこやったら、その取り替え方とか、まあ、こんなんやったらここで止水して、ほなここには水は来ないん でスパナでこれ外してここのコマ変えるとか、こういうパタパタってありますよね。そういうのってここの中のコマいうのがあって、そのパッキンが傷んでるんですよ。そんなもうホームセンターとかで 2,300 円で売ってますんで、自分で変えてもらえる。長い経験と豊富な専門知識、職人として長く働いてきたにもかかわらず、未経験の仕事で独立という選択肢に不安はなかったんでしょうか。リフォーム業は、14、15年で、その前にあのお風呂とかユニットバス、システムキッチンとかの仕事も13年ぐらいあったかな。で直近は、水道の配管工を3年ほどやってました。あ不安はなかったですね。うん、不安はなかったんと、まあその建築関係で、まあ、生かして、まあ、独立できたとしても、その時にまあ安定した収入いうか、いきなりって収入は得られないと思うんですよ。うん、でその独立の時に一番ネックになっとったのはその
収入が途切れるとか不安定な部分が一番ちょっと避けたいないう部分があって、でこの事業大吉の事業はカバール事業はそういう不安いうかマイナス要素が一切なかったんでね、すぐに安定収入が得られる形での独立、山崎さんが求めていた事業の形がカバーオールにはありました。洗濯も終えてこちらの製薬会社での作業は終了。出勤される従業員の皆さんと入れ替わるように次の現場へと向かいます。実は山崎さんがそもそも独立しようと思った理由にはご家族のとある事情もありました。次回山崎さんのカバーオール人生にさらに深く迫ります。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。